次は体を作ります。なんか今日手の感覚が変だな。これが体のパーツです。組み立てます。できました。それではつなぎ目を接着します。乾かします。乾いたのでペーパーをかけます。ペーパーをかけました。サーフェイサーを拭きます。サーフェイサーを拭きました。つなぎ目をペーパーかけしたんですけど、まだ溝が残っているところがあるので、液体のサーフェイサーを塗ります。サーフェイサーを塗りました。乾かします。乾いたのでペーパーをかけます。ペーパーをかけました。サーフェイサーを拭きます。サーフェイサーをかけました。体の下処理は完了です。次は足を作ります。これが足のパーツです。組み立てます。できました。次につなぎ目を接着剤で接着します。乾かします。接着剤が乾きました。つなぎ目をペーパー掛けします。ペーパーを掛けました。サーフェイサーを拭きます。サーフェイサーをかけました。つなぎ目の処理がちゃんとできていたので、足の下処理は完了です。次に腕を作ります。腕を作るといっても、組み立てる作業はありません。この腕パーツの肉抜きされている部分をパテで埋めます。耳の欠けた部分に使ったパテと同じものを使います。では混ぜます。こんなんかな。ちゃちゃっとね、こう入れていきますか。これ前回盛りすぎて処理が非常に大変だったので、今回は少なめにいきます。すでに固まってきてる感はある。あー、もうなんか素手でやろっかな。なんかやりづらい。
これ多分手袋が良くないんですよね。今度パテやるときは違うぴったりしたやつを買ってこよう。ああダメだ、ちょっと感覚がつかめない。もういいや。これはうまくいったな。ここはちょっと足りないけど、これはちょっと多いな、あからさまに多いな。ざっくりとパテで埋めました。乾かします。